こんにちは武蔵野シティニュースの松岡美由紀です日増しに秋の深まりを感じる今日この頃ですが皆さんいかがお過ごしでしょうかさて武蔵野市の市政の動きをお伝えする武蔵野シティニュース今回は11月1日にスイングホールで開催される第13回子育てフェスティバルについて取り上げます また9月23日に行われた井の頭自然文化園動物観察教室と9月27日に開かれた講演会、認知症の予防と早期発見の模様も合わせてご紹介します。どうぞ最後までごゆっくりとご覧ください。それではまず初めに第13回子育てフェスティバルについてです。11月1日武蔵坂駅北口のスイングホールで。 小学校入学前の子どもとその保護者を対象とした子育てフェスティバルが開催されます13回目となる今回は親子で遊ぼう、地域でつながろうをテーマに新たな試みでのプログラムなども予定されています今回は子ども政策課の佐藤主事に今年の子育てフェスティバルの特徴や具体的な内容などについていろいろとお聞きしてまいります よよろろししししくくおお願願いいまますす今日は11月1日に開催されます子育てフェスティバルについていろいろとお伺いしてまいりますが13回目となる今年はズバリどんなな内容になるんでしょうかはず、い、ば今年の子育てフェスティバルも手作りおもちゃを作ったり絵本に親しんだりといった親子で楽しく遊べるコーナーや乳幼児の応急手当の体験保育園の給食の試食子どもの身長体重測定 保育情報の紹介といま,また、開催しは新たにこれまで主体となってイベントを実行してきた市内の保育園に加え市民の皆さんなどによる子育て支援活動団体にも加わっていただき一緒にフェスティバルを盛り上げ子育ての楽しさなどを当事者目線で体感するイベントにしたいと考えています。 言い換えればこれからの子育てにとって大切な人と人とのつながりや情報ネットワークづくりの機会となってほしいとの思いがこのイベントには込められています。こうした意味で子育て中の皆さん同士がつながるきっかけの場になればと願い今年は「親子で遊ぼう地域でつながろう」をテーマに新たな体制で実施してまいります。 地域に子育てネットワークを作るいい機会になりそうなイベントですね、はいはい、ところであの市では0123や保育施設の整備とともに、はい、あの今回のようなイベントの開催などさまざまな子育て支援事業を行っているなという印象があるんですが、はいえー、次世代を担う子どもたちが健やかに育つことは家族にとってはもちろん社会全体にとってもとても大切なことであるということは言うまでもありません。 各家族化や地域コミュニティの希薄が進む中で、えー、子どもやその家庭が孤立しまた育児に対しててて不安やスストレスを抱ええる人たちも増えてきていますこうしたことから市では社会全体で子育てを支えていこうと地域団体事業者行政などがそれぞれに子育て家庭とつながり合うための制度や事業を整備しその絆を何層にも重ね合わせていく ネットワークづくりを重点課題としてて最優先に進めています今回の子育てフェスティバルもこうした考えに基づき実施するもので秋の一日を親子で楽しく過ごしていただくためのイベントであることはもちろん子育て支援の活動している団体や支援などを PR することで子育て家庭とつながり活動している団体同士もつながるきっかけになればと考えています。はい そうしますと、フェスティバルにはどのような子育て支援団体が参加するんでしょうか、はい。今年は16の保育園やこども園0123原っぱおもちゃのぐるり健康づくり支援センターに加え市民などによる子育て支援団体10団体が参加し日頃の活動を実践や体験を交えて分かりやすくそして楽しく紹介します。具体的には、 あの普段どんな活動をしている団体が参加すすするんででかえそうですねいくつかご紹介しますと例えば市内で20年近く子育て支援の活動をしているわら歌の会げっくり,かっくりという団体がありますこの団体は子どもと一緒に手遊びをしたり昔ながらのわらべ歌に親しみましょうという会で普段は京南コミュニティセンターなどで定期的に会を開いています。 子供には無理強いをせずハイハイしたり自由に動き回って大丈夫ですわらべ歌はお母さんお父さんが覚えて帰って普段から家で歌ってくれるのが一番というのがモットーで会の代表者ももともとは生後数ヶ月の我が子を連れた参加者の一人だったそうですわらべ歌を楽しみながら先輩ママたちとも仲良くなれそうですよねそして次にご紹介するのは子育て真っ最中の ママが運営しているサニーママ武蔵野ですこちらでは子育て中のママの笑顔がもっともっと増えるようにと親子で参加できる多彩なサークル活動を行っていて英会話やアート教室さらには茶道教室なども開いていますお茶のお稽古というと静かにお行儀よくといったイメージがありますが子どもが一緒に参加できるなんて嬉しいですよね いろいろなサークル活動をしている団体とあって子育てフェスティバルでは助産師さんが考案した映画の英語の歌に合わせてベビーマッサージを行っていただきますユニークで楽しい赤ちゃんも気持ちいいコーナーとなっています他にも様々な活動を行っている子育て支援団体が参加し親子で楽しめる小ステージを繰り広げたりお茶やお菓子を楽しみながら和気あいあいとおしゃべりできるワンデーおしゃべりカフェ またパパサークル代表で音楽家の入江則夫さんをゲストにアフリカや沖縄の民族楽器を演奏を聴いたり奏でたりできる楽器で遊ぼうライブなど楽しい企画が盛りだくさんですのでぜひご参加ください、ね、パパやママが楽しめる本当に多種多様な活動をしている団体がこんなにたくさんあるんだというのを。 知らない方もね多いと思いますので、うん、のフェスティバルで知って、でまた、ね、今後参加していこうというきっかけづくりになりそうですね。はい。そうなんです、えー。また、こうした市内で活動する子育て支援団体や、えー、市の子育て関連施設などを紹介する子育て情報コーナーもあります。このコーナーでは、市内の子育てに役立つ施設や、親子で利用しやすいお店などを、えー、地図にした、 子育てマップ2014も掲示しますこのマップは日頃各コミュニティセンターで子育て支援のサポート活動などを行っている市の子育て広場ボランティア養成講座を受講した皆さんが作ったものでご自身も現在子育て中という方が多いんです市内で子育てをしながら暮らしている当事者の目線で作成した子育てマップ2014ですから 身近に役立つ情報満載でとても参考なのではと思います当日は作成されたママたちもいらっしゃいますのでぜひエピソードなどを聞いてみてはいかがでしょうか以上いろいろとご紹介してきましたが何より子育てフェスティバルが子育て中の方にとって日頃の生活のリフレッシュになったり子育てって楽しいなと 感じてもらえるひとときとなればいいなと思っておりますので、どうぞお気軽に足をお運びください。お待ちしています。はい。子育ての情報を得るだけでなく、パパやママの出会いの場にもなりそうな楽しいイベントになりそうです、ね。はい。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。第十三回子育てフェスティバルは十一月一日土曜日。 午前10時30分から午後3時30分まで武蔵坂駅北口のスイングホールで開催されます入場は無料お気軽にご参加くださいお問い合わせは子ども製作課電話番号60-1239までどうぞそれでは続いて9月23日に行われた猪頭自然文化園動物観察教室の模様をご覧いただきましょう 9月23日の秋分の日、小学生を対象に井の頭自然文化園で動物観察教室が行われました。この日のテーマは水辺の生き物の移り変わり。井の頭池を中心に水辺の生き物を観察したり採集して環境の変化や外来生物の影響などを調べます。あ奥に大きいの板、お湯出る。 <え>どこ,どこ,どこずっと奥泳いでってる。ああ、違う、違う<ー>、違う、違う、違う。めっちゃ奥。双眼鏡を使って池に生息するカメをじっくりと観察します。一見、どのカメも同じように見えますが、実は昔から日本にいるカメと外国から来た外来種のカメがいて、 最近は日本の草ガメや石ガメよりアメリカ原産の緑ガメの方がずっと多いのだそうです。カゴ穴で池の中の生物を採集して、池にはどんな生き物が住んでいるのか調べます。かつてはたくさんいたゲンゴロウやイモリ、メダカやタガメなどの水辺の生き物たちの多くが数を減らしています。その原因には 都市化によって自然環境が変化してしまったことやペットや観賞用として外国から持ち込まれた生き物が逃げたり捨てられたりして住みつき生活場所を奪われてしまったことなどが考えられます子どもたちは身近な生物と触れ合うことの楽しさとともに自然を守ることの大切さをしっかりと学んだようでしたそれでは次に 9月27日にスイングホールで開かれた講演会、認知症の予防と早期発見の模様をご覧ください。認知症を知る月間の一環として、9月27日、認知症の予防と早期発見と題した講演会がスイングホールで開かれました。講師は、創仙病院名誉院長の高野紀久夫先生、 で認知症、認知症ということにしていくよりも交通事故の方が非常に明快ですよね懐かしい昔に思いを巡らせて元気を取り戻したり森の中で風の音や草の匂いを感じるなど自然に触れることが認知症の大切な予防法と語りますまた認知症は早期発見が大切であり早期のうちに自分らしい生活を続けるための方法を 家族や専門医と一緒に考えていくことが大事と、認知症との向き合い方についてもアドバイスしました。認知症を知る月間の9月には、このほかにもパネル展示や相談会、認知症サポーター養成講座など、さまざまなイベントが開催されました。それでは最後に、平成27年4月からの 保育施設入所申し込み受付についてのお知らせです。平成27年4月からの認可保育所堺子ども園家庭的保育事業等の入所申し込みを受け付けます。対象は、保護者が就労、病気、介護などの理由で保育にあたりない世帯で、期間中に申し込み書一式を市役所にご提出ください。 申込書は、市役所子ども育成課、各市政センター、認可保育所で配布しています。申し込み受付期間は、11月7日から21日までで、平日の受付場所は、子ども育成課です。また、休日受付は、11月8日土曜日、夜間受付は、11月12日と17日に行い、休日夜間の受付場所は、 市役所西東411会議室ですお問い合わせは子ども育成課電話番号60-1854までどうぞいかがでしたでしょうか今回の武蔵野シティニュース10月も半ばを過ぎると朝晩は急に冷え込むようになりますので皆さん体調にはくれぐれもお気を付けください それでは次回の「武蔵野シティニュース」をどうぞお楽しみに。